まあ、ジュースとかお菓子とかで、うん、まあ、最近の流行りというかね、まあ、だいぶ前からですけど、うん、健康志向というかダイエット志向というか、うん、なんカロリーオフの商品多いでしょ、うんうん、あれがすげえ嫌なんですよ僕って。僕とかこの間この話でやっぱ痩せてる人とはやっぱ共感したけど、うん、なんか美味しくなくなったと思えちゃうでしょ、うんうんうん、まあ実際に味は違いますしね。あ、まあね、なるべくもう本当に寄せてはいたとしても、うん、同じなわけはね、うん、ないじゃないわけですないね。か、まあそうなのかな、まあ、うん、なんで、うん、あれちょっと嫌なんですよ。カロリーオフばっかり売ってたりするでしょもう、うんうん、で、ありがたいだろみたいな感じで来るでしょ、うんうん、こっちはカロリー欲しいんですよむしろどっちかというと美味しく楽しくね、美味しく楽しく飲みたいし食べたいのに、あれやっぱどうなんですかカロリーオフ。僕はもう真っ先に買います。まあな、しかも逆に、うん、もうなんか不安になってくる。あの、まあ、例えっていうのは例えばコーラ、うん、フルのやつ、うんうん、オリジナルのやつ、うん、飲んどったら、うん、あ、ゼロにしときゃよかったな、そんなに味も違うのになって思う、うん、そうそうそう、やっぱみんなあのちょっと買ってきてあのゼロの方ねとかそういう感じになりますもんね、うんうん、でもまあそんなことより頑張れみたいな、そういうのが、そうそうそうでしょ、もう気休めって言うとあれですけど気休めよ、ほんまに気休め。だから別に もちろんね、カロリーはオフなんでしょうし、うん、いいんでしょうけど、それより頑張んなきゃいけないことはね、そう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 ありますから、あったら走れと、そうそうそう、あのね、前そういうあのお茶を飲みまくるっていうわけわかんないことやってましたよね、1日2本飲むそういうことじゃねえんだよ腹出しとったよそういうことじゃないんだよってありますからね、うん、まあまあ、なんでちょっと僕的な気持ち的に、痩せてる人がすれば気持ち的になんか美味しくなくなった気がしてちょっと嫌ですね。まあでも共感は多分されないと思いますよ女子、腹立つんだろうなこれで。また女子なんか痩せとったって痩せたいって言うんだっけ。そう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 、そうなんですよね、うん、なんでいや軽くですよでも、うん、あの本当にその全部が100で愚痴ってるわけじゃないですからね。愚痴レベルこれ20ですからね。ああそういう指数がある。別にそうそうそう、今考えてだからもしかしたら見てる人勘違いしてるかもしれないでしょ、うん、あいつまたこれも嫌いこれも嫌いみたいな、うん、そんなことはない。ああなるほどなるほど。あ、でもそれ伝えとかないとこれまずい。そう僕もそう思う。これはお前100で言っとるで全部でしょ。そう思うでしょ。でしょ。全然これはもうほんと20、別にカロリーオフでもいいし、そんなに怒りちぎれとるようにわけではないですからね。やっぱ目が決まってるから。事務所の雨漏りが90あんなに穏やかにおったら。いやあれはそうそう、だから表面だけじゃないでしょ結局ね。なるほどね内心はもうあれは早く直そうと思ってますからねあ、そうなんですね。そうそう、だってこっから見たらちょっとヒビみたいなの見えますもんね事務所の顔。見える見えるだからそう全部が全力で怒ってるわけじゃない。これはそんなではないですけどね。やっぱその都度やっぱ言ってかんと。そうですね、伝わってない。そうです、そうです。ちょっと言うようにしていきましょう。ここからね100で言っとる。そうですよね。これ20ぐらいの口でしょ、ね、あ、20ぐらい、うん。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ。ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって。いや、そうなんですよ。まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから僕は隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください。お願いします。